福島工業高等専門学校は福島県いわき市平に所在する国立高等専門学校。略称は福島高専。本科5学科、専攻科に専攻で構成される。全国51校の国立高専に3学科のみとなる文系学科も設置されている。いわき駅からバスで約10分から15分ほどと交通利便な立地である。キャンパスは緑にあふれ、 学習環境には最適である。正面玄関にあるケヤキの大木は、林野を切り開いて、高地を整備した際、そのまま残され、学校のシンボル的存在となっている。物質工学か棟の北側にそびえるくの木は、旧平町役場の庁舎が1900年に建設された、祭の記念食事を1978年に譲り受け、移植したもの。樹齢はすでに100年余りとなる。 さらに、欅の前には、彫刻会の第一人者であった、佐藤忠義から寄贈を受けたブロンズの青年の像が混流され、中庭にも佐藤が炭鉱労働者らの協力のもと制作したセメント像、母子像が立ち、文化的な雰囲気を漂わせている。母子像の所有者は、常磐炭鉱であったが、自社炭鉱の閉山に伴って、寄贈を受け、1973年1月、 同地に移設されたものである。また、高地の背後には、本州で最後まで採掘が行われていた、常磐丹田の廃坑が点在し、石炭産業で栄えた王子の面影を残している。福島高専が立地する岩木市は、かつて、常磐、売山地区の一部として、新産業都市に指定され、新産業都市法の廃止後、一帯は、常磐工業地域とも呼称されるようになった。 福島高専は近隣に小名浜の臨海工業地域などが控え、東北地方最大の工業都市にある工学系の高等教育機関として一定の存在感を示している。東日本大震災によって東京電力福島第一原子力発電所がメルトダウンなどの重大事故を起こす直前には原子力関連の就職者が 就職希望者全体の25%にも及んでいた。原発事故後2年となる2013年4月には、原発の廃炉作業などに従事する人材を育成するために、専攻課内に復興人材育成特別コースを開講した。1961年6月、国会で学校教育法の一部を改正する法律、いわゆる公選法案が成立したのを受け、 福島県議会が高専校設置に関する意見書を全会一致で議決した。これに伴い、福島県知事命により、高専校を常磐工業地帯に設置する要求文部省に陳情を行うとともに、官民により常磐地区高専校誘致規制同盟を結成して誘致運動を展開。福島県知事、県議会議長、県教育長、平市長、 県選出国会議員らが数度にわたって文部大臣に直接要請を行うなどした結果、翌1962年1月10日、他の11校とともに国立高専一期校として平氏市への設置が決定するに至った。学校名は当時の文部省が所在地の氏名をつけるよう指導したことから平高専という名称になった。百六十六年十月には、 平氏を含む五市四町五村の広域合併により、岩城氏が誕生。これに伴い、県名を冠した福島高専に改称された。現在でも、当時を知る地元の人々は平高専と呼ぶことがある。初代校長には、高専誘致の中心になった県教育長の佐藤光が横滑りで就任。県全体でバックアップする体制が取られた。他の高専では、 合格者の入学自体が相次ぎ追加合格を出さざるを得ない事態となったり、現在でもあらかじめ自体者を想定して定員を大幅に上回る合格者を出しているところがあるものの、福島高専の場合は、早々期も現在も合格者は、各学科定員40名プラス1、2名にとどまり、ほぼ全員入学している。第一回の入学試験では、福島県のみならず、 東北各県や北関東からも受験生を集め、志願倍率17倍に達する人気校となった。近隣に宮城高専が創設された翌年も14.7倍を維持した。しかし、東北6県すべてに高専が創設され、茨城県に茨城高専が創設された3年目には6.6倍に落ち着き、その後20年ほどは3から4倍の競争率で安定。 近年は、少子化と高校を経て大学に進学するといった、高学歴志向の影響もあって、2倍前後の倍率となっている。2006年度入試では、全体で1.8倍にとどまり、学科によっては1.2倍と低迷した。国立高専全校でも、同様の傾向にあり、同年度の平均志願倍率は1.86倍だった。福島高専の2007年度入試は、さらに落ち込み、 推薦、一般を合わせた、志願倍率は1.71倍となった。元来、高専は、完成教育を標榜していた。だが、各高専とも、専攻課を設けて、学士号を得られる仕組みを整えたり、大学3年編入のためのバイパスルートとして、宣伝に努めるなど、大部分が、就職希望者で、かつ、就職率100%を誇った。 早々期とは異なる方向で制度の生き残りを図ろうとしている。福島高専もその例外ではない。ここ数年、大学3年編入や専攻科進学が急激に増え、2006年3月の卒業生は半数以上が進学を選んだ。その一方で、同じ年度の求人倍率は14.1倍に達し、高校や大学の就職戦線とは、 比較にならない売り手市場となっている。このようなアンビバレントな状況をどう決着させるか大きな課題になろうとしている。学生寮は岩洋寮と呼ばれ、小杖棟若葉棟青葉棟赤月棟白雲棟食堂、浴室棟で構成される。両務主事が委員長を務め、17名の教員。 事務職員で構成する両務委員会が管理運営を行っている。全寮制で組織される寮生会には、寮長、副寮長、初期、会計、会計監査のほか、構成、管理、行事、広報、演芸、選挙管理権図書、指導寮生の各委員会が設置されており、ほぼ全員の寮生がいずれかの委員会に所属し、管理運営に参加している。 門限や入浴時間、消灯時間が定められている。女子両男子両ともに玄関がカードキーで管理され22時以降は外出できない。外出した場合は両務委員会からの指導を受ける。ありがとうございます。